日本の先制点が生まれました。はい、シュート、いいシュートだ。川口届かず。ティーラテーブの見事なミドルシュート。相馬さん、隙があったとは思えないんですが、決めた甲斐のこの力。いやー、ショットです。コース的には真ん中飛んできてるからね。今斜めに早い。8番が横切ってるんですけれども、ね、8番のスチャオですね。それに少し、ね、ラインが引っ張られたんですよね。その空いたスペースを短い時間で打った。落ちてますからね、ボールがね。羽田さん、受け取ってからすぐ打ちましたね。早かったしね。ボールの最初の軌道は吉和から見て左